経団連はデジタル技術の活用について議論するデジタルトランスフォーメーション会議の初会合を開きました。デジタルトランスフォーメーションってやつはやろうとかやるまいとかって言わなくてもどんどん進んじゃうん、どうせ止められないんだったら推進する方向に行った方がはるかに。初会合では有識者から中国やアメリカでのビッグデータの活用事例が紹介され、日本も実用化を進めていくべきといった声や、健全なデータ社会には公共の利益の観点が必要不可欠といった意見が出ました。経団連の中西会長は、デジタル化はもはややるかやらないかではないとし、経済成長にどう結びつけるかを念頭に議論を進めるとしました。今後議論を深め、政府に提言としてまとめる方針です。